26日、消防署と県の消防防災航空隊がヘリコプターを使った合同訓練を玉川町で行いました。この訓練は消防防災航空隊との連携を強化し、災害時などにおける安全管理体制の向上を図ろうと、今治市消防本部と愛媛県消防防災航空隊が毎年行っているものです。玉川湖畔公園で行われた合同訓練には、今治市中央消防署と愛媛県消防防災航空隊の隊員など合わせて20人が参加しました。災害現場などへの隊員の投入・回収を想定したこの日の訓練では、はじめに上空およそ20メートルに県の消防防災ヘリコプター愛媛21をホバリングさせ、ワイヤーを使って隊員の吊り下ろし・吊り上げ訓練を行いました。愛媛県消防防災航空隊は平成8年に結成。県内14の消防本部から派遣された消防隊員で構成されています。松山空港内に拠点を置き、災害応急対策や救急・救助対策、火災防御活動などを行っています。訓練に参加した消防署の隊員たちは、事前に格納庫で基本の乗り降りや吊り下ろし・吊り上げの訓練を行い、この日の合同訓練に臨んだということで、隊員たちは互いに大きくアイコンタクトなどを取りながら、上空からの降下などに取り組みました。またこの日は、地上およそ50センチからワイヤーを使わず隊員を投入・回収する訓練や、足を負傷し歩行することができない要救助者の救出を想定した航空隊による展示訓練も行われ、参加者は真剣な表情で訓練に取り組み、連携を深めていました。音がかき消される環境という中で、しっかりとしたアイコンタクトであったり、隊員間の航空隊、消防の連携というのが、再確認できたと感じました。自分たちのこれから起こりうる災害をしっかりと予測して、ヘリコプターの力を借りるときに、どのような形で借りたらいいのか、それを想像できるように、今後活かしていきたいと思います。愛媛県消防防災航空隊および今治消防本部、合同訓練を終了しました。